それでは引き続き、はい、ESE にとっての3番目 TE ですね、はい、は規範の機能、ルールファンクションだと、うん、自覚のある短所、うん、で新しい場面に弱く自信を持てないが、うん、社会的な場面では適応するために頑張ろうとする、うん、ピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのがこの機能だ、うん、と言われているが、その弱いので常にビクビクしているなんていうふうに書かれています、うん、っていう部分は外交思考が ESE にとってはルールファンクション、うん、効率的で生産的で聡明な人に見えなければいけないとして努力をするのが特徴的ですが、うん、主導する FE が決めた優先事項と衝突しない場合のみです、うんうん、例えば最も効率的なやり方ではなかったとして自分が目指している雰囲気、うん、かっこ適意がないことを示せるような雰囲気を生み出したり維持したりするのに最も望ましいやり方と判断すればそれに決めてしまうかもしれません、うん、この生産的で聡明な人に見えなければいけないとして努力するのが特徴だが、またそれを自覚のある短所と思っている、うん、ここだけねすごいね痛いって思ったりします、はいはいはい、このねやっぱねバカっぽく見えるっていうのはね、うん、避けたいので急に最近なんかね三島とか行ったりしてるのかなっていうのは思っております、はいはい、タイプって分かんないですね、うんはい、まあ、他のが優先されちゃうって話ですけどね、まあ、このESE だと、まあ、こうやろうとするけど、ね、まあ、外交感情が来ちゃうから、はい、空気を読んじゃう。そうですね。はい、効率よりも空気を読んじゃう、はい、特にまあ苦手だと、うん、ただもちろんそれは、社会で書かれていたように、うん、社会に適応するために、うん、それを出すこともある、うん、はい、では ESE にとっての4番目脆弱な機能、うん、この脆弱な機能というのは最大の短所で強い苦手意識がある、うん、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスにも疎い、うん、全く自信がなく使用するだけでストレスを感じ、うん、基本的には使用するのを避けようとするのが NI 内向直感ですと、うん、脆弱な NI を持つこのタイプは今の流れの行き着く先を見積もろうとするよりはむしろ物事をあるがままに受け止め目の前のタスクに焦点を当てることを好みます、うん、どうしてそうなるのかの輪郭を描くより結果的にどうなったのかをベースに話をします、うん、この人たちは時間を未分化っていうのは分けることを未っていうのは、うんうん、見ての未ですね、はい、未分化なものと捉えています、うん、つまり過去今そして未来は全て今の一部か今に近いものとして見なす、うん、未来について語るときには、うん、特に長期的な計画を立てるときに顕著ですが、うん、あたかも未来を今日達成できることのように扱う、うん、まず必要になってくる進歩というものについては無自覚であることが多いですと。基本的に物事にどれくらい時間がかかるとかどれくらいの時間をかけるのがいいかなどの感覚に乏しい、うん、そのためこの人たちにとってあらかじめ完璧なまでに計画を練ることなくしてスケジュールを遂行することは難しいことですと書かれています、うん、なんかあまり先が、はい、まあかんうんまあ、見れない今のことばっかり考えることですよね。でこう先のことを考えるのも、はい、今に置き換えて考えるみたいな。だからこう遠い先までは考えられない。このね、うん、この2つはすごい、はい、分かったりしています、うん、はい、なるほど、うん、それでは5番目、うん、暗示される機能 MBTI でいうところの劣等機能が
ソシオニクスでいうところの5番目と言われています。なんで色が薄いんですけども、多分自覚もできてないぐらいかもしれません。ソシオニクスでいうこの、5番目暗示される機能というのは、自信があるとかないとか以前にその発想がなかったと思うほどに欠けていて、意識することもないが、自己実現のためには必要であり、この機能について話し合うことは極めて有用ですと言われていて、社会的なニュアンスにも疎いので悪用されないよう気をつける必要がありますと言われています。で、暗示される機能を TI 持つこの人は、体系立てて物事を見ることが得意な人を大いに尊敬します。直接には関係しない背景知識をたくさん持っていることよりも、概念を明確に簡潔に説明できることを好みます。自分の行動が意味のあるものであってほしいと思っているので、行動の背後にある概念的な理解が正しいことを誰かに保証してもらう必要があります。確証が得られない場合には混乱して全く理性的に動くことができなくなってしまいますと言われています。なんでまあこの、また私事で申し上げられます、ESFJ ですごいピンとくるのは、この内向思考が劣等機能なんですよね、そこはやっぱりピンとくるところはあるんですね、これはまあなんかその、コンプレックスと多分直結してるんでしょうけど、ねえとは思うでは6番目、動員する機能、MBTI でいうところの3番目ですね、第3機能と言われていて、ソシオニクスのこの動員する機能は、自分の行動に強く影響を与えているが自分にはよくわからないため、これを主導する機能を持っている他の人から学んだ方が良いと、未発達ではあるが日常の簡単なことなら十分この機能を使いこなせるようになると言われていて、 ESE にとってここは外交直感、たとえ現 NE ですね、たとえ現時点で実用化できるようなものでなくとも、アイディアや想像力に富んだ人々、そういうものに世界の向こう側で起こっている出来事を結びつけていく人々を非常に高く評価します、自分が今取り組んでいることを良いものにするために、洞察や型にはまらない分析を提供してくれる人々はなおのことありがたく思います、と書いてあります、まあでも N も使えるよって話ですよねアイディア使ってるんでしょうね、使ってるし、まあ他の人の刺激を受ければ使えるよみたいな、なんでそれが主だよっていう人と、話をすると、あ、これが N の部分なんだ、っていうのが分かってくるっていう話ですね、こう取り入れることができるみたいな感じですか、では7番目、まあまあ色が濃くなってきます、無視された機能、ブレやすいことを除けば十分発達しているが普段は抑圧している、望まないコミュニケーションの際には自ら、ファーストの機能、主導する機能を守るために活発化することがある、が反面悩みの種になるなんて書かれているんですけど、ESE にとってこの7番目、無視された機能は内向感情、FI、この無視された FI は、関係の格付けを反映した合図を、感情表現という形で送り合わせないくせに、2人が深い絆で結ばれないなんて状態はありえないっていう懐疑心や、そういった関係を固めてしまうことへの抵抗感として表されます。例えばはっきりとお互いに愛情を表現せず、むしろ人前で
感情を抑制し続けているカップルを見たら、このタイプは愛がない、あるいは生ぬるい関係だとみなそうとするでしょう、うん、このタイプは人が別の人に抱いている個人的な感情について議論したり探求していったりすることの理解はできます、うん、しかしそうした議論や探求は同じ状況下で人の感情がどのような状態なのに焦点を合わせるかに比べるとあまり面白くないし無意味なことだと思います、うん、なんとなく、はい、感覚的にそういうこと言ってるんだろうなっていうのはピンとくるんですけど、うん、言ってる感じはします、はい、うん、やっぱ違うのかな。では、まあ、このまま8番目、はい、証明する機能、うん、この証明する機能というのはソシオニクスでいうと、主導する機能と同じくらい強くて発達した機能だが、うん、無意識の深いところに沈んだ最も無自覚な機能、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができないかもしれない、うん、背後であなたの世界観を形成する機能かもしれないというのが、外交感覚 SE、うん、説得力がある堂々とした態度を取ったり頑固になったり、うん、あるいは挑発的な態度を見せたり敵対したり、うん、ということはできますが、うん、それも短い間で本人としてもその態度をあまり深刻に捉えているわけではありません、うん、ショーやゲームのようなものなのです、うん、というふうに書いてあります、うん、ESE の方、はい、いかがでしょうか、うん、やっぱり二戸辺はソシオニクスで言うと、うん、SEE でピンとくるなと思っています、うんうん、面白いですね、うん、でもまあこの外交感情も強いって話じゃないですか、はい、そうです、うん、でも隠されてるからみたいな、それが表に隠されてない人と、はい、隠されてこう発揮してる人と、そうですね、っていう違い、無自覚にやってる、はい、だからまあ似たような感じではあるんだろうなとは思います。でもやっぱりこの僕の表現では、はい、なんか ESE の方は綺麗なんですよ、うんうんうん、純粋、うん、それを、はい、多分似たような感じなんじゃないですかね。 FE がなんで人当たりよくみたいなのをすごく意識してるみたいな。だけど二等兵は意識せずにそれをやってるから、はい、外から見ると、はい、結構人のためにやってるよねってゴミ捨てたりとか僕のあと僕のゴミ捨ては、うんうん、あ上司が来る時間だな、うんうん、朝ちょうど、うんうん、鉢合わせればいい、あやってる時間、今の君やってるねって、うんうん、映るかなとかっていうのは常に気にしてます、うん、でまあそれだけじゃなくていろいろやるじゃないですか。人のために自分真っ黒ですって言いながらもこう結構やってるのは、はい、自覚されずにこうやってんだろうなっていうっていうのがね、はい、このなんか分かってくるのは、うんうん、面白いですね、うんうん、っていうなんか説明された感じっていうのは、うん、あるある、うん、はい、